ちの感じもなんか気味悪いというか、なんかすごい、これは嘘ではなくて本当にちょっと気分が本当に気持ち悪くなってきた。帰りましょうかね。気持ち悪い、普通にちょっとすげえ気持ち悪い場所だった。後日、再びこの吊り橋を訪れた投稿者はまたもや謎の体調不良に襲われ、今度は吊り橋を渡ることすらできなかったという。やめた方がいいんじゃない、お前。それはお前ちょっと、イカれとおる。しかも、いや、何してんの。しかもさ、これ、あれじゃん。なんか、火ついてるしさ。お前何、全然平気なの、これ。全然平気。人の心がないの。全然平気っていうか、何してんの全然平気。何してんの、お前。怖っ、恐ろしい。やっぱお供えはね。お供えっすか。ビール映ってる。え、ビール映ってる。ビールわかんないけどさ、すごいな、これマジで怖い。何してんの。頑張るな。俺も拝んどこうかな。だからやめ、触んなって、お前、やめとけって、お前すげえ。うわぁ、すげえな。俺も拝んどこうかな、これ。行く。飽きたの。行く。飽きたの。飽きたんだね。仕立てのまんじゅう美味しかったね。うん、美味しかったね。あんまりああいうあったかいのね、食べる機会ないよね。なんかだいぶ暗くなってきた。そうね。ちょっと待って。あ、おりゃ。抜けないでよ。よく見える、よく映る。今流行ってるよね、なんかやってみる系の。そう、出来上がったやつ楽しみで。うん。でも私ばっか撮ってないで、撮ってあげるから。ほらやっぱ眩しいな。でしょ、あんま一緒に住んで見かけちゃダメなのよ。でもこの曲に雑誌なんかあるから。あー、どうしようか、行こうか。探してみるか。いや、任せる。開いてないか。戻った方がなんかあるかもしれない。そう、あれ？ん？なんかさっきのところずっとなんかこっち見てて。え、どれ？その人こっち見て、あれ？いや、どれもいないけど。いや、間違いなくさっき見たのこっち。え？何？どうした？え？え？え？何？え？どうしたん。
振り向いた子たちの脇に血まみれの女のような姿が現れたのをご確認いただけただろうか。墓場と霊は神話性が高いことは言うまでもないのだが、墓自体からは少し距離を置いて出現したところを見ると、ここに眠るものではなく、ここに眠る誰かに未練を残した外来の霊であるのかもしれない。汚ねこっち。ある霊能者に相談したところ、悪しき霊に取り憑かれていると診断されたといいます。現在もなおその除霊治療が続いているとのことですが、ちょっともう、もう静かにして、運転できないから。もうもうもう、はい、人ったって、もう分かった分かったって、いないってそんな、何回も同じこと、何よ。運転していた友人によると、突然前方に女の姿が見え、ハンドルを切ったとのことですが、撮影者たちを襲った事故は悪霊による死への誘いだったのかもしれません。
ほら。ほら。落とした携帯を探している撮影者。子供のピアノ発表会を撮影した時の映像。大切な思い出の記録を封印したいと寄せられた投稿には、家族以外の観客が。舞台の上で演奏を聴いていた謎の観客。女性に見えるのは我が子への思いを残す母親の霊だからなのか。ねえ、怖い。
僚と帰宅途中、ふと立ち寄った場所で撮影者たちを見つめる不気味な人影。そして次の瞬間、友人の背後に突然現れるおぞましい人影。この動画が撮影された数年前に、この池で男性の水死体が発見されたとのことですが、映像に映る人影と何か関係があるのでしょうか。取材によると、この場所は水難多発地帯で遊泳禁止区域だったといいます。かつてこの場所で不幸にも亡くなった自爆霊が彼女に取り付いてしまったのでしょうか。